イガルカは、ロシアの都市。クラスノヤルスク地方内のツルハンスク地区に属する。北極圏内に位置し、北極圏の南限から 163km 北に位置する。エニセイ川の河口であり、川口からは 673km 遡った地点にある。人口は6183。人口水位は8627、18820。 一万六千人となっており、ソビエト連邦のシベリア開発政策によって人口が増加したものの、ソビエト連邦の崩壊後は、他のロシア局北都市と同じく人口が急減した。イガルカ空港は、エニセイ川の中州にあり、冬は川が凍結するため車でのアクセスが容易であり、夏は渡し船が存在するものの、その間の季節はアクセスが困難となる。 イガルカは1929年に、この付近の森林資源を開発するために、製材所や木材の輸出港として建設された。1931年には、都市的集落となった。1949年には、サレハルドイガルカ鉄道計画が開始され、中央ロシアの鉄道網に、イガルカが接続される予定であったが、1953年には、 計画は中止された。この工事には、グラグから、多くの囚人が動員され、命を落とした。イガルカの町は、シダ団球の上にあり、周囲は大河に取り囲まれている。町の主産業は現在でも、製材並びに、木材の輸出である。町には、永久塔土博物館があり、これはいくつかのヨーロッパの賞を受賞している。 abcd ロー10から4765ハット abc ロー13から2925ハット ab ロシアンフェデラル・ステートスタティスティックスサービス2010 1 2010オールロシアンポピュレーションセンサスボリューム1 2010 2010オールロシアポピュレーションセンサスフェデラル・ステート・スタティスティックスサービスファイファイゼー107ファイ 三、二千十一。ファイ、ゼー、二百七十一。ファイレ、レ3三、二千十六。ゼー、ファイ、ゼー。ゼー、百二十、六、二千十一。ロシアンフェデラル・ステート・スタティスティックス・サービス、ファイ。三、ポピュレーション・オブ・ロシア、イッツ・フェデラル・ディストリクツ、フェデラル・サブジェクツ、ディストリクツ、アーバン・ロカリティーズ、ルーラル・ロカリティーズ。 アドミニストレイティブセンターズアンドルーラルロカリティーズウィズポピュレーションオブオーバー三千二千二オールロシアポピュレーションセンサスオブ二千二ゼー千九百八十九ゼーオールユニオンポピュレーションセンサスオブ千九百八十九プレゼントポピュレーションオブユニオンアンドオートノマスリパブリックスオートノマスオブラスアンドオークラッグスクレイズオブラス ディストリクツ、アーバンセトルメンツ、アンドビレッジズサービングアズディストリクト、アドミニストレーティブセンターズ、ゼー1989、オール、ユニオンポピュレーションセンサスオブ1989、インスティチュートオブデモグラフィーアットザナショナルリサーチ、ユニバーシティ、ハイアーススクールオブエコノミックス、1989、デモスコープウィークリーより、 極北シベリア P163 福田正美和奈美、書店1996年12月20日第1冊、www.europeanmusumforum.org e。ありがとうございます。